リルズリーグ開幕説やばい、寒いよ。寒いよ。めちゃくちゃ天気いいのに寒いよ。このボーボー、風切りの聞こえる。iPhone のマイク頑張れ。風が冷てえんだ。昨日の夜雪降ってた。いや、それ、いや、今日最低気温マイナス1度、2度だからね。ってことで今日は、リルズリーグ開幕説よー見て。おぉ。リルズリーグ、こっち。リルズリーグ。おぉ。かっこいいよ。かっこいい。そしてここ、はい、スタジアムですね、西ヶ丘と。うわー、待ってました、西ヶ丘。ここね、ある意味我々の聖地ですからね。そうだね、私は2006年ぶりですね、はい、あの選手として入るのは、はい、2006年に伝承で優勝と。そうですね、日本一取りました、ここで。で、決勝のシュート数が1本。その1本もマリノスキャプテン木田拓也が防いでくれました。拓也開幕タタタタタタエンゴロウンパー、シャイゴー、バボバボバボ。だるいぞお前ら。うわだるい。いや、なんか気持ち高ぶるよね、マジで。いや、本当なんか来てくれた人が楽しんでくれるようにね、マジ全力で頑張りたい。真面目に勝て。最高じゃない。ジャイアントカズキらしく超ジャイアント。あっちで守りてえな。ゴール、すごいな。最高。
おい、後半頑張るよ。マスの続いて3人のお越しいただきました。そうだよね。最後やばい。最後ちょっと何も見えなかった。ある意味わか湧いたというか湧いたね。パンツ1個すごい。あれが一番多いっすよ。あれね、めちゃ出したやつ。あれ音つくみんなが期待してる中でよく蹴れるよね。持ってる時さ、みんなもう見てるわけだ。来るぞ来るぞみたいな。確かに。そういう中で吠えれるよ。次から蹴りづらいけど。ありがとうございます。あ、違いました。着替え終了。試合終了、試合終了。あとは帰るだけだ。初戦っぽかったね。初戦っぽかった、マジで。次が3週間後ぐらい、うん、次3週間後、2月18日に富士通川崎スタジアムで、強盗ユナイテッドと、なんだね、有観客ですから、はい、はい、ぜひあの富士通川崎スタジアム、ユーズリーグ第2節ね、足を運んでください。そして横浜武尊もね、天皇杯予選とかもね、そうだね、ちょいちょい始まったり、2月もね、はい、してくんで、暑い2月もね。
しましょう。はい、チャンネル登録と高評価とコメントぜひよろしくお願いします。さよなら。ありがとうございました。イエーイ。